私の大切なパートナーです、浅野佳代さん。隣で頑張ってるのが、お互いに対してのこう元気で頑張ろうねっていう、そういうね、励ます言葉になり得てるので、とりあえず自分が元気であればきっと元気でいてくれるんだろうなってお互いに思ってるんで、楽天的にランベスに帰れるように悔いを残さずね。ゆりさんとはっていうよりも、私は個人的に天海氏と呼んでいたんですけれども、天海氏との思い出は、初めて組ませていただいたのが大いなる遺産っていう作品の新人公演だったんですけれども、その頃からのお付き合いと申しましょうか。はいはいはい、早く早く、出番だ出番だ、急いで急いで、はいはいはい、初めてあなたに会った時、わけもなく思った。この人だってあなたといるとものすごくホッとして、だけどいつもドキドキして、なんだかしょうがなかった。1年2年をがっぷりその人と組めるっていうのは、ある意味で外では絶対に経験できないことだし、ね、すごいいい経験よね。密かにね、なんか本当にドキドキしちゃったり、ワクワクしちゃったり、宝塚のあの立場でしか経験できない感情よね、ああいうのって。でもそんな経験させてもらえること自体は幸せなのよね。少しだけ私に時間をください。僕の人生が君の瞳を見つめてるうちに全て過ぎ去ってくれたら、本当の愛を見つけたから。誰、その微笑みは失った微笑みの重さ、失ったものにしか二度と失うな。俺と一緒にいればいいじゃないか。時期が来たら結婚だってするだろうさ。それじゃダメなのか。結婚するって諦めたり放棄したりすることなの。君を愛してるんだよ。私も初めて君の写真を見た時からずっと君に恋してた。結婚してくれる？ねえ。もちろん。何言ってんだよ。私を忘れる方がいいのよ。君を忘れる？君を忘れるなんてことできるもんか。白いバラの花だね。僕が初めて君に送った花だ。私たち別れなきゃなんないなんてことないだろうね。何言ってんだよ。誰が俺と俺の女の子を別れさせるんだ、うん、ここのみんながあんたをどっかの女と結婚させるんだったら、私は一生結婚なんかしないで死んじゃうんだから。俺もそうさ。